もうロムさんにお話聞きたいんですよ。ジェンダーレストイレの話。日本でのお話からですね。皆様よくご存知の歌舞伎町のジェンダーレストイレ。はい、消えました。ジェンダーレストイレ終了のお知らせ。で終了したということはもうすでに報道にはなってますけれども、ちょっと特集っぽくなって、まあ、海外でも社会問題からちょっと読んでいきましょう。はい、女性不安問われる多様性尊重。トランスジェンダーなどの性的少数者に配慮して公衆のトイレなどで設置が進むジェンダーレストイレが物議を醸している。ジェンダーレスに代わり女性専用をなくしたトイレもあり、女性からは性犯罪が怖くて利用できないとの声も上がる。多様性の尊重がかえって女性をないがしろにしているともいえ、専門家は公共のトイレに求められているものは何かを考え直す必要があるという指摘ですね。歌舞伎町タワー、新しいビルが建ちまして、そこの2階のところに気をてらったんでしょうね、東急が、ね、最先端行ってんだみたいなジェンダーレストイレ最悪の場所でやりましたね。すごい場所がね、これ丸の内とかだったら、まあ、またちょっと違う展開あったかもしれませんけども、歌舞伎町です。でしかもあの脇東横ですからね。で私の予測通りあの辺って売春がもう山ほどあって、 そのプレイルームとして使われてるわけ。男女一緒に入れるから安いから、しかも早く済むから、そうなるだろうなと思ったら本当にそうなりましたよ。多目的トイレを上回ってきましたからね。だって堂々と入ってるんですもん、男女で。うわ、でしかもそれね、その女性がね、だって男がフラフラしてるところでね、なんかこう化粧したりとかトイレ入るの怖いって言って、で秩序を守るということで警備員が立って、なんか一定以上いると警報器が鳴るとかいろんなことをやってですよ。だからそこまでしないと秩序が保てないっていうことですよね。やめりゃいいじゃん、ねえ、普通に分けとけばいいじゃないですよね。でそこでですね、海外でも社会問題ということでイギリスのことが書いてある、ちょっと読みます。イギリスは男女別義務化されたということですね、うんうん、公共トイレをどのように整備利用されるべきか、生物学的な男女の分類に違和感を抱く性的少数者への配慮として、海外でも男女の性別にとらわれないトイレの整備が進む。ただ女性が安心して利用できなくなったり、プライバシーが失われたりすることへの不安が広がり、社会問題化するケースも少なくないということで、2022年7月、英国のケミ・バデノック女性平等担当大臣が議会に提出した声明で、公共を調査したのは公共トイレをめぐる社会の懸念が背景にあった。これは女性の生物学的差異が公共生活から消去されつつあるっていう発言なんですけども、2010年代後半以降トイレの男女共用化が進んだイギリスでは、日本よりも進んでそれをやった、どうなったかですよ。プライバシーが脅かされるといった批判が渦巻いていた。英国政府はこうした社会の不安を受け、一部の地方で男女別のトイレ設置を義務付ける指針を打ち出すなど、共用化の歯止めに動き出している、はい、そしてアメリカでは一昨年6月、バージニア州のトランスジェンダーの学生に性自認と同じトイレの使用を禁じた教育委員会の決定を違法とする判決が連邦最高裁で確定、うん、一方同州内の高校で少年が同級生の女子生徒を女子トイレで性的暴行した事件は社会に大きな議論を巻き起こした。少年はスカートを履くなど性自認が流動的だった可能性が指摘されたため、日本ではトランスジェンダーの女性として生活する経済産業省の50代職員に対するトイレ使用制限をめぐり、最高裁が国の対応を違法とする判断を示したということなんですけども、アメリカはね、本場ですから、ね、本場ですからね。それでジェンダーレストイレっていうのはロムさんの生活空間にあるんですか？自分の生活空間にはないです。ない、はい。撮影の現場行ったらもうちゃんと男と女になってるし、今どうなってるか分かんないですけど、僕の知ってる限りではちゃんと男と女ってなってます、ね、はい、ジェンダーレストイレっていうのはないです。あ、そうですか、はい、ただ車椅子の方とかが利用するところは誰でも当たり前です、はい、多目的、それは別にあります。だからちゃんと分かれてますね、はい、あ、そうですか、はい、でイギリスは男女別義務化の地域ができてきて、ね、アメリカもだって結構このね、なんかレイプ事件でしたよ、性的暴行。これは本当にやばいので、はい、だからやっぱり分けないとダメだと思います、はい、個人的な意見ですけど、はいはい、絶対分けとかないと危ないんですよ、ね、私今朝ね、あのバンコクから帰ってきたんですけども、はい、タイって結構こういろいろあるじゃないですか。トランスジェンダーの方がいらっしゃいますよね、はい、行くとこ行くとこ見るんですけども、うん、ジェンダーレストイレなんかないですよ。ホテルでもショッピングセンターでも駅でもどこでも、はい、そんなもんないですから、はい、あのタイですらないんですよ。で、で平和なわけです。そうです、そうな、いらないんですよ、はい、日本何やっちゃってるんですかね。日本のその悪いところは、はい、そのアメリカの最先端のアメリカの変なところだけ真似して、ね、変な風に着地してるっていうのはありますよね、もう周回遅れでアメリカなんかも撤収し始めて日本突っ込んでいくわけですよ。遅い遅いですよ、ね、ダサいんですよ、ね、もう本当にアメリカがどうなってるか見たら行かないでしょ。そうなんですよ、ね、でも東急歌舞伎町多分これやってくれたおかげでジェンダーレストイレのヤバさが白日のもの元にさらされたわけです。自彫りになったわけです ね、 ね、はい、まあ一個のアイデアなんですけど、アメリカにはトイレにトイレおじさんがいて、手洗ったらハンカチ渡してくれて
る、危険なところはああいう人を置けばいいのになと思いますね。別にお金かかるかもしれません、はいはい、でも日本はちゃんと男女で分けてたら大丈夫です。そんな危険なところじゃないですからね。そういうことなんです。日本は本当にいい国です。まあ、この番組をねずっと見てくださってる方はご存知だと思いますけど、古事記は最初ね雨の水主の神が現れますでしょ、はい、赤身結びの神、亀結びの神って、まあ、一人神といって性別のない神様がずっと生まれるんです。古事記の最初からジェンダーレスなんですよ日本は。かっちょいいですね。最先端ですね。そう、徐々に大神女神ができ始めるんですけど、なんか日本って遅れてるっていうね、ジェンダー関係遅れてるって言われるんですけども、実は最先端、最先端やるやる。古事記に出てくる女神とか女性とか全然知りたくられてないですし、なんかあったら男を敷きますからね。もういいこと聞いた。聖書とかの立て付けと全然違うわけで、はいはいはい、だって天照大神なんて高間の原を統治する存在ですよ、まあ、ね、女神ですよね。そうですね。しかも旗織小屋アパレルメーカーの社長もやってるわけで、兼業農家でなるほど畑も田んぼもやってるわけですから、農家やってる。それで高間の原を知らす存在ですからね。ね、ダンスもエンターテイメント。そうです、はい、全然女性が生き生きとしててね。そうですよね、だから日本はその男色云々なんてもう大名からもう山ほどあるわけじゃないですか。そういうものを排除とかないですからね。それで揉めてなかったわけですから。そうです、ね、それで平和だったんですね。またねつまんないことにアメリカから言われて、うん、キッシーが本気になっちゃったわけですから。いかんね、キッシーね。何なんですか、やめればいいのにね。やめればいいですよ。だってね、小室家の後岸田家って言われてるんですよ。コロナ禍小室家岸田家になって、皇室は小室家が入ります、はい。もう売れてますよ。やめればいいのにね。やめればいいのにやっておきましょう、はい、はい。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。